今日は穏やかな天候に恵まれました。全国のプロ野球ファンの皆さん、こんばんは。近鉄対広島オープン戦の模様を大阪ドームからお伝えします。まもなく試合開始です。この放送の解説は堀内さん、中畑さん、そして実況は川村でお伝えしてまいります。堀内さん、中畑さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。1回の表、カープの攻撃。この回バッターボックスに入りますのは1番木村拓哉。打率2割8分8厘。ストライク。初球からスプリットで攻めてきました。カウントワンナッシング。打った。ボールはセンターからショートへ。センター前にうまく運びました。バッターは2番の東出。ご覧のような数字です。ホームランは3本。三塁線、中村取りました。二塁フォースアウト、ダブルプレイ。バッターボックスは3番指名打者前田。初球を打ちました。水口取りました。前田内野ゴロに倒れて3アウトチェンジ。高村、まずは初回を0点に抑えました。1回の裏、バファローズの攻撃。1番センター大村。高め、見送った。ストライク。カウントワンナッシング。インコース外れています。ワンエンドワンになりました。際どいコースですがボール一つ外れています。ワンエンドツーになりました。セカンド取りました。一塁へ。大村内野ゴロに倒れてワンアウト。対するバッターは水口。水口、背番号10。三塁線、切れない、フェアです。一塁へ。水口サードゴロに倒れてツーアウト。そしてバッターは3番中村。打率2割7分7厘。中畑さん、初球から思い切って振ってきました。ここは一発ね、ホームランを狙ってもいいと思いますね。あ、そうですか。インコース外れています。ワンエンドワンからセンターへの大きな当たり、入るか。入った、入った。バックスクリーンの左側、中村先制のホームラン。まさに執念の一発。ゆっくりとホームイン。1対0、バファローズ1点先制。堀内さん、今打ったボールは何だったんでしょう。スライダーですね。そしてバッターは4番ローズ。1球目は外れました。ボール。ワンエンドワン。2エンド1から左へファウル。なかなかボールを芯で捉えることができません。2エンド1から外、決まった。三振。笹岡、まずここは三振に切って取りました。1回を終わりました。1対0、バファローズがリードしています。2回の表、カープの攻撃。4番レフト金本。
スライダー、ストライク、バットが出ません。カウントワンナッシング。一二塁間、セカンド取って一塁へ。金本、内野ゴロに倒れてワンアウト。バッターボックスは5番ロペス。打率3割1分3厘。初球を打ちました。大村、落下点。余裕を持って取りました。ロペス、センターフライに倒れて2アウト。そしてバッターは6番町田。スプリット、ストライク、決まりました。ワンナッシングからストライク。ツーナッシングから外のボールは決まった。空振り三振。町田、全く相手になりませんでした。1対0、バファローズがリードしています。2回の裏、バファローズの攻撃。5番ライト磯部。ご覧のような数字です。ホームランは6本。初球を打ちました。セカンド取って一塁へ。磯部、セカンドゴロに倒れてワンアウト。対するバッターは吉岡。インコース、ストライク、バットは出ません。カウントワンナッシング。ボール、ワンエンドワンになりました。大きなカーブは見送った。ボール、ワンエンドツー。さあ4球目です。これはいい当たりだ。センター追いつけるか、入るか。入った、入った。左中間に持っていきました。文句ない当たり。ゆっくりとホームイン。2対0バファローズ、1点追加。バッターボックスは7番指名打者川西。ご覧のような数字です。ホームランは5本。ボール、カーブ、ストライク。おっと、バットは回った。ワンエンドワンからカーブ、見送った。ボール、ワンエンドツーからセンターへ。木村拓哉、落下点、取りました。川口、痛烈な当たりはセンター真正面でした。これでツーアウト。バッターボックスは8番的山。ストライク、バットは出ません。カウントワンナッシング。直球、見送った。ストライク。ツーナッシングからインコース、空振り三振。笹岡、見事なピッチングで3球三振に切って取りました。2回を終わりました。2対0バファローズがリードしています。3回の表、カープ7番からの攻撃です。サード新井。まず今日最初の対決はどうでしょうか。今日の試合の先発投手はバファローズ高村、カープ笹岡、この両投手の投げ合いとなっています。ボール、インコース外れています。抜けた。ボールはセンターからセカンドへ。センター前にうまく運びました。そしてバッターは8番瀬戸。新井、これは大丈夫。初球を打ちました。高村、取りました。ダブルプレー。瀬戸、ピッチャーライナーに打ち取られました。これで2アウト。
そしてバッターはラストバッター野村。内野ゴロ、ファースト取りました。野村内野ゴロに倒れて3アウトチェンジ。2対0バファローズがリードしています。3回の裏バファローズの攻撃。この回バッターボックスに入りますのは9番阿部。初球を打ちました。木村拓哉落下点、余裕を持って取りました。阿部センターフライに倒れてワンアウト。バッターボックスは1番大村。今日2打席目、大きなカーブは見送った、ストライク。ワンナッシングから変化球見送った、ボール。ワンエンドワンからツーエンドワンになりました。抜けた、ボールはセンターからセカンドへ。センター前にうまく運んでいます。そしてバッターは2番水口。今日2打席目、ストライク、緩いシュートできました。カウントワンナッシング。2エンド1からインコース空振り三振。水口スイングアウトの三振に倒れました。とにかくボール球に手を出しすぎますね。そうですね。バッターボックスは3番中村。ご覧のような数字です。ホームランは39本。笹岡ランナーを警戒しています。シュート見送った、ストライク。ワンエンドワンからシュート見送った、ストライク。ツーエンドワンから外のボールは決まった、空振り三振。最後はカーブで決めました。3回終わりました。2対0バファローズがリードしています。4回の表カープの攻撃。1番センター木村拓哉、スライダー見送った、ストライク。カウントワンナッシング。ピッチャーゴロ、高村取りました。1塁へ。木村拓哉ピッチャーゴロに倒れてワンアウト。バッターボックスは2番東出。直球ボール見送ります。平凡なゴロ、阿部取りました。一塁へ。東出ショートゴロに倒れてツーアウト。そしてバッターは3番指名打者前田。先ほどの打席はセカンドゴロ。ワンナッシングから変化球ボール外れました。ワンエンドワンになりました。スライダーストライク、バットは出ませんでした。ツーエンドワンからニルイへ、ツーベース。さあランナーを二塁に置いてバッターボックスには金本。
変化球決まった。直球ストライク。立て続けにストライクを取りました。インコース空振り三振。高村見事なピッチングで三球三振に切って取りました。2対0バファローズがリードしています。4回の裏バファローズ4番からの攻撃です。レフトローズ先ほどの打席は見送りの三振でした。スライダーストライクバットは出ませんでした。カウントワンナッシン。ボールワンエンドワン。内野ゴロセカンド取りました。一塁へ。ローズ内野ゴロに倒れてワンアウト。バッターは5番の磯部。先ほどの打席はセカンドゴロ。おっとこれはどうだ。ライトに伸びてる。入るか。入った入った。ボールはライトの頭上を大きく超えました。どでかい一発。ゆっくりとホームイン。3対0バファローズ1点追加。バッターボックスは6番吉岡。